おはようございます。小林食品の渡辺です。今日も元気に削っていきます。今日はサバの薄削りです。主にふりかけとして使われます。特に注意するポイントは肌の質感です。水分が高く脂肪分が高い肌になってしまいますと、ふりかけにした際べちょっとした質感になってしまいますので、肌立ちのいい削りを作っていくことが大切になります。今日使用する原料は国産の丸サバです。硬さもしっかりとあり、花崩れにくく、コシのある綺麗な花が削れそうです。次に花の厚みを確認していきます。狙う厚みは80ミクロンです。80ミクロンぴったりです。大きな花が削れてます。次に水分の確認をしていきます。15% ぐらいになっています。ちょうどいい水分です。最後に花の形状を確認していきます。粉っぽくなく花のコシもあり、ふわふわとしたボリューム感のある花に仕上がっています。小林食品は絶賛稼働中です。ありがとうございました。